それでは皆さんともに賛美いたしましょう。賛美する曲は父の涙です。お立ちになれる方はお立ちになってください。心に心に迫る。 父の悲しみ愛する一人子を十字かにつけた人のつ 燃える日のよう愛を知らずに今日も過ぎてゆく十字架から十字架から あふれ流れる泉それは父の涙十字架から あふれ流れる泉それはイエスの愛父が静かに。 父が静かに見つめていたのは愛する一人この傷ついた姿 人の罪をその身に背負い父よ彼らを許してほしいと十字架から 十字架からあふれ流れる泉それは父の涙 十字架からあふれ流れる泉それはイエスの愛ハレルヤを賛美します。

お座りください8月6日誠実礼拝招きの言葉もろもろの国よ主を褒めたたえよもろもろの民よ主をたたえまつれ我らに賜るその慈しみは大きいからである 主の誠は、とこしえに耐えることがない、主を褒めたたえよ。アーメン。それではお祈りをいたしましょう。慈しみ深い、愛する天の父なる神様、この週の初めの朝に、 再びあなたの見舞いに集うことのできる恵みと喜びを感謝いたします。また私たちがこの教会の神の家族として共に主を礼拝し、この朝は特に共に主の生産に預かることのできる幸いをありがとうございます。どうか今私たちが心を一つにして 主の喜ばれる真の礼拝をお捧げすることができますようにどうか助け導いてください神様今年も8月を迎えました今日6日は広島でまた水曜日9日には長崎デート78年前に落とされた原爆と その犠牲になった方々のことを思いますこれだけ悲惨な状況を人類は経験し公正に生きる私たちも多くのことを学んできておりますそういった中にありつつも今でも私たちは同じようなことが起こる可能性に不安を覚えます どうぞ今ロシアとウクライナにまた紛争と混乱のあるすべての場所に一日も早く和解の道が開かれますようにお祈りをいたしますどうかこの時主の平和がこの地球上のすべての国や地域にもたらされますように切にお願いをいたします また神様、このリトル東京では今週末から2世ウィークが持たれます。どうかこの祭典を通して、この地に集まる多くの方々が、神様のみがもたらすことのできる、まことの平和と喜びを知ることができますように、どうかこのとき、御心によって、あなたに心を開く魂が多く起こされますように、 どうかその御手を伸ばし救いの見業を大きく推し進めてくださいこの礼拝において今朝も御言葉を取りついてくださる白岩先生を感謝いたしますどうか主の御心が大きく豊かに私たちの心の内に刻まれますようにこの礼拝の一切すべてを御手にお委だねして 主の皆を通して見舞いにお祈りをいたします。アーメンそれでは賛美歌62番「主イエスのミーとをご一緒に賛美いたしましょう。 たたえんアーメンそれではお立ちのままで主の祈りと主と信情をともにお祈りいたしましょう主の祈り天にまします我らの父よ願わくは 皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、 悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりアーメン続きまして使徒信条我は天地の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず 主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテをピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちより蘇より天に上り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて 生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の境界、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン 続きまして聖書の御言葉をお開きいたしましょう今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書第19章30節から37節までヨハネによる福音書第19章30節から37節になります皇語訳聖書でお読みいたします するとイエスはその葡萄酒を受けてすべてが終わったと言われ首を垂れて息を引き取られたさてユダヤ人たちはその日が準備の日であったので安息日に死体を十字架の上に残しておくまいと特にその安息日は大事な日であったからピラトに願って 足を折った上で死体を取り下ろすことにしたそこで兵卒らが来てイエスと一緒に十字架につけられた初めの者ともう一人の者との足を折ったしかし彼らがイエスのところに来た時イエスはもう死んでおられたのを見てその足を折ることはしなかったしかし一人の兵卒が 槍でその脇を突き刺すとすぐ血と水とが流れ出たそれを見た者が証しをしたそしてその証しは真実であるその人は自分が真実を語っていることを知っているそれはあなた方も信じるようになるためであるこれらのことが起こったのはその骨は砕かれないであろう との聖書の言葉が成就するためであるまた聖書の他のところに彼らは自分が差し通したものを見るであろうとある以上です賛美歌495番「イエスよこのみよ」をご一緒に賛美いたしましょう。 お祈りをいたします御在天の父ある神様、御長を敬愛する兄弟姉妹方とともに、見舞いに集い、またこの麗しい街道におきまして、また、ズームにおきまして、ともに礼拝を捧げることができます、恵み、特権、皆をあがめて心より感謝を申し上げます。 神様、あなたは私たちに御言葉を行うようにとお命じになりましたどうぞ御言葉を守ることができるように、力をお与えください、そしてどうぞただ講義を行い、慈しみを愛し、へりくだってあなたとともに歩んでいくことができますように、また今日は、山下君へ姉妹が、 お誕生日をお迎えになられましたことを感謝いたします今、お姉妹はお体の調子が少し不安定でいらっしゃりそのためにお休みになられたりしておられます神様どうぞあなたが安定を与えて差し上げてください力を与えて差し上げてくださいまたご回復をさらに与えて差し上げてくださいますように 心からお願いいたしますどうぞこの1年もあなたのご臨在とともに恵みと平安のうちにお歩,むお歩むことがおできになられますように、神様はまたご主人の山下昭を兄弟の上にもあなたの宝見守りをご家福を与えて差し上げてください。 またお友達である福田康子さんや、どうぞ新しい方々を一人一人に、あなたの豊かなまた守り恵みがありますように、お願いを申し上げます。神様、また久保香る子姉妹が先週日本に立たれました。二週間ちょっと滞在なされる予定でいらっしゃいますが、 どうぞ帰り道場であなたが祝福し守って導き差し上げてくださいますように。また斉藤三重姉妹が無事ニューヨークからお帰りになられましたことを感謝いたします。皆を拝めます。またもうそろそろお帰りになられます。並木三重姉妹の上にどうぞいよいよあなたのお守りが豊かにあられますようにお願いを申し上げます。無事お戻りになることがおできになられますように。 また、松本三郎兄弟、ソラ良芝居ご夫妻、お帰りになってからのお疲れ、時差などはおわりになると思いますが、さらに、全くお疲れをお取りださい、守り、導きさせてあげてください。神様、また奥の住む兄弟が、今、体調を崩され、徐々にご回復が取っておられることを皆、おがめます。さらに、 あなたの守りの御手が重く置かれて、どうぞご回復なさって行かれますように、豊かにまたご祝福報いをもって、また導きさせてあげてください。日頃のまたご愛を心から感謝いたします。神様、また本当に今日も礼拝のためにご奉仕をしてくださっておられる一人一人、また日頃のご奉仕をしてくださっているお一人一人 豊かなまた報いまた恵みがありますように昨日もこの教会をお貸ししてスペースをお貸し,してまた合唱団がコンサートをなさったことありますまたミッション委員会の映画のひとときももたれました神様感謝いたしますいよいよ教会のレントやあるいは教会のミニストリーをあなたがまた導いてくださって いよいよあなたの御心がなされ、またあなたのご栄光が表せていかれますように、心からお願いを申し上げます。今週一週間も豊かにまたあなたがお一人一人を守り、ご祝福くださいますように、また礼拝後半のひととき、生産式のひとときもまた感謝をいたします。御言葉をまた感謝して、イエス・キリストの皆によって、 今お読みいたしますアーメン今おいただきましたヨハネによる福音書19章のところから今日また聖餐式が持たれますので、えー、聖餐式の備えをさせていただきたいと思います十字架に私たちの思いを、えー、この向かさせていただきましょうイエス様の十字架ですねイエス様は十字架の上でこのようにおっしゃられました全てが 終わったそのように、えー、30節を見ますと言われました、すべてが終わった、これはもちろん、ですね、えー、もうおしまいだということではありませんね、すべてが終わった、決して敗北の言葉ではない、勝利の言葉でいらっしゃるんですね、すべてが終わった、勝利の宣言をなさったわけです、新開約聖書を見ますと、完了したとお約束されております。 また文語訳では「こと終われる」とそのように訳されておりますけれども完了した終わったことが終わった完成したというそういう意味の言葉をイエス様はおっしゃったことでありますまあ,あのこの背後のですね著者でいらっしゃる神様をいよいよ私たち知らせていただきますとイエス様をいよいよ知らせていただきますと このの聖書の解釈がよりり正しくくなっていくわけでありますね、まあ一点一角、えー、この変わることがない捨てられることはないとおス様はおっしゃいましたけれどもこの聖書の言葉ですね、まあ、背後にある著者でいらっしゃる神様おス様を覚えさせてだくということは決してですね聖書の一部を無視していいというそういうことはありませんね。 一旦一その正しくですねいよいよ御言葉を解釈させていただくことができるそのことを感謝したいと思うことでありますこの前もある方がお任ししておられましたけれども、えー、イエス様がこの船から降りてですねイエス様の身元にあの行こうとした時の出来事ですね。イエス様あなたたでしたら 水の上を歩いてあなたのもとに行かせてくださいとペテロが言った時にですね来なさいとイエス様はおっしゃいましたまあ最初ペテロは船から降りて水の上を歩くことができた奇跡が起こったわけでありますがまあそのまあすぐあとでもう風を見たり波を見たり、ね、恐ろしくなりましてだんだん溺れて沈んでいってしまったわけでありますね。 まあ、ペテロは助けてくださいと言ったわけですがその時にイエス様はなぜ疑うのかとそのようにおっしゃったんですねこのお言葉もですね決してなぜ疑うのかと叱りつけなさったお言葉ではないんですよねなぜ疑うのかまあその疑いそれをも認めてくださって受け止めてくださって助けてくださった まあ、そういうイエス様のお言葉が心に留まりましたというお証しがあったんですけれどもねまあそのことを私も伺いながらああ本当にそうだなと思わせていただきました、まあ、本当にこの神様をいよいよ知らせていただくときにイエス様を知らせていただくときにいよいよ御言葉が正しく解釈させて、ね、いただけるようになるのではないかと思います、まあ、今日ですね この全てが終わった、完了したというこの言葉から、イエス様はどういうことを十字架の上から宣言なさったのか、そのことを3つぐらい覚えさせていただきたいと思います。この終わったという言葉ですね、その言語、アラム語、あるいはヘブル語、この意味がですねいくつかあるんですね。その意味を3つぐらい覚えさせていただいて、イエス様の,このおっしゃった。 言葉の意味を覚えさせていいいたただきたいと思いますまず第一のことですね、それは、主が成し遂げられた、主は成し遂げられたという、そういうことでございます。まあ、この言語のですね言葉、意味は、この成し遂げたというような意味があるんですね。囚人が、この刑を言い渡されて、刑に服してですね、牢屋に入って、でも刑期が 終わってですね、牢屋から出ることができた、そういうときにはですね、この完了したというこの言葉が使われたわけでありますね。あるいは画家がですね、絵を描いて、いろいろですね、この素晴らしいきれいな絵を描いて、ああ、ついに完成したというときにもですね、この言葉が使われました、完了した。まあ、イエス様はでで、すね、このの十字架の上で 完,了した完成したと成し遂げたとそれよりおっしゃったのでありますね、えー、ちょっと御言葉をお読みしたいと思うのですがヨハネによる福音書4章でイエス様、えー、このちょっと前のところで、えー、テキストより前の箇所ですがこのようにもうおっしゃってらっしゃるんですね私の食物というのは私を使わされた方すなわち父なる神様です、ね、父なる神様の御心を行い その御業を成し遂げることであるとそのようにおっしゃいました、まあ、イエス様はですねこの神様の父なる神様の御心を成し遂げるそれがこのご自分の生涯の使命でありいつもそのことを思ってらっしゃったんですねそしてこの生涯の終わりの時イエは地上の生涯の終わりの時に成し遂げたとそのようにおっしゃることがおできになったわけであります ス様は完全にそのことを、ね、この地上で、えー、成し遂げてくださいましたまたその証拠にですねこの予言も成就してくださっているんですね数々のメシアの予言があります旧約聖書の方からまた新約聖書ご自分がおっしゃった、ね、そういう予言もあります、まあ、そういう何百というですねその予言をス様お一人で成就して行かれたんですね これはは偶然ではありませんかつ確率で言うならばもうほとんどゼロですねゼロという確率しかしヤス様はまのメシアであったので何百という予言をお一人で成就して行かれたことでありますが前にご一緒に学びましたが十字架の上でもですね私は乾くとそのように言われたそれはただ乾いたからおっしゃっただけではなくてですね 聖書が全うされるためであったとテキストの少し前の28節というところで言われておりますね私が乾いた時に酢を飲ませましたというあの紙幣69編の21節の言葉ですねそれを成就するためにス様は乾くとおっしゃりそしてこの差し出されたこの海面に含まされたですねその水分同士を受けなさったわけであります。 イエス様はそのようにして完了したことをはありと言われたわけでありますがこの全てが終わったとおっしゃった時にもこのすぐあとでイエス様はこの死なれた時にもですね2つの予言を成就していらっしゃるということを見るのでありますねイエス様は十字架の上で午前9時から午後3時まで おおかかりになっておられました6時間上におられてそして召されなさったわけでありますがこれはですねもう一般的には考えられないこの短さなんですね十字架にかけられた人というのは何日間か生き延びるんですね残酷な刑です、えー、わざとですねその苦しみを伸ばすんですね日本でもそういうことがあったのをねちょっと聞きましたがね 日本の古代ですけれどもねまあいろいろ戦いの時代ですがこの首を切り落とすなんていうことがされてた時代ですけれどもねそういう時にわざとですね首をこの半分まで切ってですねそしてもう痛みをね覚えさせて苦しみながら死なせるみたいなねちょっとすみません <laughs> ちょっとあまりにも残酷な、ね、経がありますがそういうことも。まあ言葉を さされた、まあ、人間の罪深さがよく現れております先ほどもお祈りしていただきましたが本当に戦争というのもね人間の罪の表れですね、まあ、戦争を見ながら自分の罪の深さを知るとおっしゃった方がいますが、まあ、でも本当に苦が罪深いことをよく教えられますが、まあ、しかしねイエス様は6時間で召されなさった。 イエス様は実はご自分の,この死ということもコントロールしておられたんですね普通人間は自分がいつ死ぬのかどのように死ぬのかコントロールできませんそれがやはり人間は恐れ,恐れるんですね自分がコントロールできないですから川端康成という作家の方ねノーベル文学賞を受けになった方ですがそのすぐ後でなんかガスガス でですね、自殺をなさいましたけれども、まあ、彼もですね自分でその死というものをコントロールしたいそういう思いからそういうことをなさったんですね普通に人間はそれはできませんがしかしイエス様はですねこのコントロールお出来になるお方だったんですねそのテキストのちょっと前の10章というところを見ますと「私は命を捨てる権威がありまたそれを得る権威がある」とそのように申し上げました。 イエス様はですね、この命をもう、イエス様に、父なる神様にね、もう委、ね、霊を委ねるという、そういう権威も与えられているということを言われたんですね。まあ、そういうことで、イエス様は、ご自分の死ということの上にも、ご自分のコントロールがあったということをね、見ることができるわけでありますけれども、まあ、ピラトもびっくりするぐらいですね、確かめなくちゃいけないぐらい、イエス様は早く。 なりましたもちろん、イエス様はですね、この多くの全世界のこの罪、その罰を一身にお受けになったという、その、ね、痛み、大きな大きな痛みもあったわけでありますけれども、一人の人間が多には、あまりにも大きなね、痛みだったと思う,思うことでございます。まあ、そここででのあの,二十二辺のところにもですねもう心臓が この溶けてですね破裂して召されなさったということねそのことも予言でわかるわけでありますけれども、まあ、しかしですねイエス様が死なれた早く死なれたということにはもう一つ意味があったんですね予言が重視しなければならなかったのであります、まあ、この日は備え日でありました安息日は翌日準備の日でありましたのでこの十字架の上の人たちをこう取り下ろさなければいけないと。 そういういことがあったんですね特にその安息日は大事な日であったと言われておりますが特にこの杉越の祭りの安息日でありましたので特にね大切な日であったわけでありますですから人々はですねこの上にかかっているこの囚人やですねその人たちを早く死なせようと思ってそしてやってきたわけですね。 そして2人のこの強盗ですね、この人たちの足を折りました、そのことが出てきますね、足を折ったと出てきますが、これはなぜかと言いますと、まあ、十字架というのは長くかかりながら死んでいく経緯ありますけど、この最後になってくるとですね苦しくなってくるんですね、息ができなくなってくる、だから息を吸わなくてはいけない、そのためにね、足でこの体を伸ばすんですね。そして 息を吸いますそして、息を吸えたと思ってまた、ね、ほっとして下がる、また息が、ね、必要になる、ね、息を吸います、足を、ね、伸ばします、そういうことをして命を少しでもこう伸ばそうとするわけですが、まあ、最後はですから十字架けにかかった人はこれ窒息してあの死んだそうですね。しかしね このイエス様はもう死んでおられた、ね。もう別に足を折る必要がなかった。それで、この兵卒は足を折ることはしなかった。これがですね、一つの大切な予言の成就であったわけであります。それが36節のところに出てまいりましたが、これらのことが起こったのは、その骨は砕かれないであろうとの聖書の言葉が、 成就すするるためであると言われていますねこれは、詩編34編の20冊のお言葉であります、その一つさえ、骨の一つさえ砕かれることはないという、そういう予言がここで成就されました。まあ、普通ですね、杉越の祭りに捧げられる子羊の犠牲というのは、骨を折ってはいけなかったんですね。骨はららないで捧げられてました 誠の神の子羊でいらっしゃるイエス様は骨が折られることはなかったんですね。そしてまたこの支援34編の予言が成就した骨は砕かれないであろうというその予言が成就したわけであります。そうしましたらですね、またその時、えー、一人の兵卒がですね、イエス様が死なれたことを確認しようとしまして、 槍で脇を突き刺したということですね。34節35節の伝えて出てきます。まあ、そうしましたらすぐに血と水とが流れ出たと。いうことがここで言われておりますね。血と水とが流れ出たというのは、これはあのもう死んでいらっしゃったということの証拠でありますし、また特にこの心臓がですね。 破裂して死んだ場合にこういうことが起こるということでありますね医学的に言われますが血とミストが分かれて流れてと、まあ、ですからイエス様んは支援22編のその予言もですね成就しておられるわけですね心臓が溶けて破裂して召されなさいましたそしてまた、ね、槍で刺された時にも この死んでいらっしゃることが証明されたわけでありますけれどもただ死にかけてですね何かお墓で涼しい風にあたって生き返ってですね来られたわけではないですねそれはあのそういうことはあの考えてもかえって難しいありえないことはありますけれどもしかし本当にねイエス様は死なれましたお墓に葬られました。 この槍で、ですねしかしこの突き刺したという、このことも実は予言の成就であったわけですね、37節のところに出てきますが、また聖書の他のところに、彼らは自分が刺し通したものを見るであろうと、それ言われております。このですね、ゼカリア書の12章10節の言葉なんですね、そこではユダヤ人のことが予言されているんですけれども。 彼らはその刺したものを見るとき、一人ごのために投げくように彼のために投げくという、そういう予言があるんです。それはですね、この世の終わりのときに、ユダヤ人たちは悔い改めてイエス様のをと来る、立ち返ってくると、いうそういう予言なんですね。自分の刺したものこれは、ローマの兵卒が扱われましたけれども。しかし、 ユダヤ人たちがそれをやったそういう結果でありましたねそのお方自分たちが刺したそのお方を見て一人ごろのために嘆くように彼のために嘆く悔い改めて彼のもとにイエス様のもとに来るそのことが予言されておりますあそこで自分の刺したものを見る時というその刺したものを見る時というその予言がここで成就したわけでありますね屈し イエス様のこの完成といいますか見業でいらっしゃいますね、2つの予言、あるいは、ね、さらに多くの予言がここで成就されたわけであります。もしイエス様がまだ十字架の上で生きておられたら、ね、もう足を折りましたでしょうね、もうだんだん、えー、この空にも、えー、この終わり。 終わりになってきてきいました午後の6時がですね、このユダヤ人の人たちにとっては、この日が変わる時でありましたのでね、まあ、イエス様の骨が砕かれ、予言は成就しなかったということになりますね、あるいは、槍で突き刺す必要もなくて、図書の予言も成就しなかったという、そういうことになったわけでありますが、しかし、イエス様は、真のメシア イエス様は本当に予言を一つ一つ間違いなく成就して行かれた方知られた時さえこの予言を成就なさったということをね見ることありますね、まあ、終わった完成したそのようにイエス様はおっしゃったわけであります、まあ、イエス様はですねこの成,し遂げ成し遂げたということをおっしゃったとおにまた2番目のことを見ておきたいと思いますが それはですね、それが終わったというその言葉は、この主は支払われたというそういう意味ですね、支払われた。この言葉は終わったというのは支払ったというそういう時に使われた言葉なんですね。当時のレシート代わりにまあ支払ったというこういうその因がですね、押されたわけでありますが、その、えー、ですね、 たために使われた言葉でありますイエス様が私たちの許しのために支払いをしてくださったということですね。私たちは今、主の祈りでも祈っておりますように、我らを許したまえ、本当にただで許していただけますけれども、なぜただで許していただけるんですか、すでに支払いがなされたからでありますね。イエス様が 尊い尊い代価を、ご自分の命という代価を支払ってくださいましたので、私たちはただで許していただくことができる、それら道が開かれたわけでありますね。もう支払いがなされた以上、私たちは心配する必要がありません。ね、支払いしたらどうですか支払いしたことについて心配しますかしないですね。もう許されてます。ね、ただで、完全に許されてます。 イエス様は過去も現在も将来も全部の罪を許してくださいましたねもちろん思い起こされる罪があるときに告白していくこれあの大切なことですねそれは自分自身のために大切ですねこの告白しそこから離れていくということができますそして許されつつまた帰られつつですね成熟導かれていく そのこととを本当に感謝したいと思い思ますちょっとある方のですねお証しをお読みさせていただきましたこのようにおっしゃっていらっしゃるんですね「聖書を学ぶにつれて自分の罪深さや本性が明るみに出てきました一つまた一つと神に告白し許し終え私の中の間違い弱さが少しずつイエス様によって強さへと変えられました」。 まあそのような幸いなお貸しをしていらっしゃる方がおられますが、ねまあ、私たち本当にただで完全に許していただくことができるイエス様の十字架のおかげですね支払いずみーとイエス様は十字架の上でおっしゃってくださいましたちょっとこの御言葉をお見せしたいと思いますが殺され人への手紙の一章ですね神は私たちを闇の力から救い出してその愛する御子の支配下に移してくださった。 私たちはこの御子によってあがないすなわち罪の許しを受けているのである御子によって、まあがないというのはこのお金を支払ってこの自由にしてあげるとか解放してあげるそういう時に使われる言葉ですねあがなうと言いますかイザヤ書を見ますと神様は私はあなたをあがなったあなたは私のものだというそういう言葉もありますね 本当にイエス様が尊い代価を払ってくださったことによって私たちはあわれました、許されました、ただで完全に許されました。そして、ちょっと13節前の方を見ますとね、私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださったということが言われておりますが、サバベのことを見ておきたいと思います。番目主は成し遂げられたまたま 支払われた3番目は、足は打ち勝たれたということですね。断られ、完了した、完成したと言われました、この言葉はですね、当時ですね、こう試合とかなんかしてですね、試合に勝ったというときにはですね、これ言ったんですね、終わったと言ったわけです、相手が負けたというわけですね、あなたは負けたと、そういうときに使われた言葉が、この終わったという言葉だったんですね。 イエス様は十字架の上で、ね、全て終わった完成した、ね、打ち勝ったとそれより言われたわけでありますはい、まあ、イエス様はこの闇の力つながりすなわち悪魔あるいは悪霊たちの支配に置かれていました私たちはですね本当にそこから巫女の支配下にね移してくださったわけですねそのようにしてくださった解放してくださり勝利を 与えてくださいましたもう一つちょっと御言葉を読みしておきたいと思いますがヘブルビドの手紙にしようこのように子たちは血と肉とに共に扱っているのでイエスもまた同様にそれらを備えておられるそれは死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放すためであると。 う恐れとか心配とかあるでしょうか悪魔がこう先導してますね、イエス様は私たちも同じ人となってくださり神でいらっしゃいますけれども同時に完全に人となってくださってそして死んでくださいました十字架の上で死んでくださることによってこの死の力を持つ者すなわち悪魔をです、ね、滅ぼしてくださったんですね。十字架の死によって 悪魔を滅ぼしなさいましたですから打ち勝った終わった完了したとそのようにおっしゃったわけでありますね本当にですね悪魔はもう負けたんです悪魔は敗北者イエス様が勝利者ね。私たちは今イエス様の側に置かれているなんとさえられることでしょうかねイエス様も持ってくださってますえ、ちょっとこれもちょっとグロテスクな例えかもしれませんが 鶏を飼ったことが終わりになる方はご存知だと思いますが鶏をですね首を切りますと首がないままでですねバタ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 1時間ぐらい歩き回るんですよねそういうことがありますちょうど悪魔はそういうのに似てるんじゃないでしょうかね悪魔はもう自分が負けたことも知らないでバタバタバタ騒いでますけれどもでもね 私たちはもう勝利者の側にいます。山の上に置かれています。もう悪魔や悪霊たちがですね、山の下からこう攻めてきても、私たちが降りなければいいんですね。山の前で勝利者であり続けます。そういうことで私たちはね、すでに勝利を与えられた。死の力を持つ者悪魔に、勝利した悪魔はもう滅ぼされた。その力を滅ぼされた、そのことを私たちはいます。まあ、ちょうどあの まあ第二次大戦中、あの D. D. ということ葉が使われましたね。D. D. V. D. という表がありましたね。ノルマンジー上陸作戦ですか。えー、その時に上陸できた。それは D. D. であった。それ、ディサイシブ、う、デーですかね。それ決定、勝利が決定したという日だったということで使われますよね。D. D.。まあちょうどそれに似ているんじゃないでしょうかね。イエス様の十字架によって、もう勝利が決定しました。ね。 D-Day ですね、私たちが天国に行く時それが V ・ D ・ A であるわけでありますけれどもまたこのイエス様を信じて私たちはイエス様の勝利をいただいたそれ,それが私のものになったというそれが D ・ A でありまして天国に、ね、入る時それが V ・ D ・ A であることでありますまあ家様がすでに勝利を与えてくださっておられるそのことを感謝したいことでありますね まあすでに、イエス様は成し遂げてくださいました。それがここで言われているポイントであります。すべてが終わった、完成した、それよりイエス様は言われたわけであります。成し遂げてくださいました、支払ってくださいました、勝利してくださいました。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのであると、そのようにもパウロが言っておりますけれども、まあ、ぜひですね、このすでに完了している。 完成している頃、えー、イエス様の宮座の祝にですね恵みをいよいよいたいて我々私たちであらせていただきたいと思うことがありますまあ、このイエス様の完了した宮座とともに、ね、またまだ完了していない私たちの務めというのがありますそれは何でしょうかある方が言いました私たちは召されるまでこの召される時までですねまだ 私たちの,この福音の証しをするという務めは完了していないと、まあ、そういうことをおっしゃった方がいます、ね、あ,あそうであると思いますね。まあ、パウロは神の恵みの福音を証しする任務を果たし果たしえさえしたらということを首都行伝20章で言っておりますが、まあ、私たちの模範のような方ですけれども私たちもですね、この完了し,しているすでに。 の完成している私たち人間が頑張る必要はない、頑張ってもいけない天国にですね、もう恵みによって入れていただくように、すべてイエス様は完了してくださってます、完成してくださってます、恵みによっていただきましょう、この恵みの福音をまた、まだ知らない方にですね伝えていきたいことありますね。まあ、自分でするというよりは、まあ、自分はリラックスしてですね、うちに来てくださっている、住んでくださっておられるイエス様に。 それに働いていただくと幸いであると思います一言お祈りをさせていただきたいと思いますご大天のうちある神様神様が既に完了してくださり完成してくださいましたことありがとうございます神様が成し遂げてくださり成就してくださりまた支払ってくださりまた打ち勝ってくださいましたことをありがとうございますいよいよ恵みをいただいて恵みによって歩んでいくことができますように またこの時代、いよいよこの恵みに心を開く方々が起こされていきますようにお願いを申し上げます。安倍堂の前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌520番「静き、川の岸辺をご一緒に賛美いたしましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。 それでは主が制定してくださいました生産の式に預かりますひとときお祈りをいたします天の父ある神様昆虫を敬愛する兄弟姉妹方と共に前に添いまたこの生産の式に預かることもできます恵みをありがとうございますどうぞ前にありますパンと杯を性別してください野沢が十字架の上で逆らった身体流された血を 表すすものとしてくださいますように信仰を持っていただくときに、どうぞ精霊様の格別な恵みを与えていただくことができますように。神様、また覚える罪がありましたら告白し、捨てて自分を吟味して備えられていただくことができますよう。自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方であるから、すべての罪を許し、すべての悪から清めてください。 その罪を赦しすべてらから私たちを清めてくださるとお約束を感謝いたします感謝しやすのお名前によってお前にお伝えいたしますアーメンそれではひととき自分を吟味させてあくときを持ちましょうお目をしたいと思います 幸せは渡されるようパンを取り、感謝してこれを咲き、こう言われました。これはあなた方のための私の体である、私を記念するため、このように行いなさい。 信仰を持って心の内にキリストを味わいましょうエスは同じように杯をとり 感謝を捧げこう言われました後この杯は私の血による新しい契約である飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。 それでは信仰を持って心の内にキリストを味わいましょうお在ざの得なある神様安様の十字架の勝利感謝をいたします安様が十字架の上で完成してくださったその宮業勝利を優勝ありがとうございます 恵みによってまたそれを受け入れていくことができますように、また神様、どうぞ私たちがともに、この恵みの福音の証しに生きていくものとなることができますよう、主のご祭りの前まで、どうぞ御前いに歩みしめてください、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 それでは続きまましして献金の時をお持ちしたいいと思いますオンラインで捧げられます方はメモ欄に日ごと明記してくださいまた封筒を使ってですね現金及びチェックで献金をされる場合には封筒にお名前と金額そしてキャッシュかチェックかもしチェックの場合はチェック番号も書いていただきますようにどうかお願いをいたします。 それでは献金のお祈りをいたします愛する天の父なる神様いつも多くの愛とまた哀れみお恵みを私たちに降り注いでくださりありがとうございますこの礼拝においても賛美と御言葉をもって また今朝は特別にこの生産式を通して私たちに再び大きく祝福をもたらしてくださいましたことを覚えて感謝をいたしますどうか日々私たちが当然のごとく過ごしていく中にあってあなたの恵みに目を注ぎ感謝することができますように常に私たちの思いを 主に向けていることができますようにさらに助け導いてください今私たちはあなたの恵みへの応答として見舞いに献金をお捧げしようとしておりますどうか神の様々な恵みの良き管理人として与えられております全ての財とまた賜物等を持って神様と 周りの方々の必要のためまた伝道と宣教の働きのために喜んで大胆にお捧げすることができますように一切を顧みてください救い主・イエス・キリストの皆を通して見舞いにお祈りをいたしますアーメンそれでは続いて奨励を賛美いたしましょうお立ちになられます方どうぞお立ちください Um... <laughs> 青い声で我が子は我らの主イエス・キリストの恵み、父ある神のご愛、精霊の親しいお交わりと励ましとわ我ら一同と共に、今も後も、いよいよ限りなく豊かでありますように。アーメン お座りください、えー、今朝は賛美チームの方々全員様々な都合で今日は来られなかったということですけども、えー、急遽今日は柴田横姉妹あのピンチヒッターとピンチヒッターとして入っていただき感謝いたし,いたします、えー、つい最近ですねあのこの教会のメンバーをしっメンバーシップを取られたというこの姉妹がこの えー、本当に普及あの特別な時にですね、あの備えられたということで神様の本当に、えー、主の備えを覚えて本当に感謝とともに感動すら覚えますね、こういうことを通して本当に神様は今でもこの教会を祝福して、えー、良きもので満たしていってくださるんだということを覚えて心より感謝をいたします、えー、さて、今朝のコートアナウンスは2件あります。まず1件目ですが 今週水曜日9日からブリッジメンバーのエイミー・平田姉妹がミッショントリップの方に出かけられます今回はタンザニアに選挙旅行に行かれるということで祈りの要請が届いておりました10日間の日程ということですのでこの工程すべてが守られ祝福されそしてその働きのためにも私たち心を合わせてお祈りしたいと思います そして、二件目ですが、今年も二世ウィークの時期が来ました。グランドパレードに続き、二日のクロージングセレモニーまで。さまざまなイベントが繰り広げられるということです。この機会にリトル東京に集まる方々に、神様の本当に特別な御業が大きく。明かしされますように、御業が見られますように、さらに続けてお祈りをしたいと思います。また、宣教伝道部では。 Jacc c の広場において、今年あの、教会のブースを出す予定に、えー、しているそうです。そのために、お手伝いをしてくださる方々を募っております、えー。社交室へ行く前の掲示板にサインアップシートが出ておりますが、十二日の土曜日、そして十三日の日曜日に、朝の九時から夕方五時まで、二時間。を 2時間おきにですね、こういう時間が分割されたサインアップシートが出ております。各スロットに2人から3人のボランティアを必要としているということですので、もし都合のあのできるだけ皆様ごあの協力をいただきて、えー、お名前を都合のいい時間帯にお名前を記入していただければと思います。えー、本当でしたらね、今日は。えー 電動選挙部の渡辺小代さんにいろいろとあのもし必要な方がおられましたら詳細をお聞きすることができるかなと思いましたけど今日お休みなので、えー、選挙部部長の並木美由紀姉妹は明日、えー、日本から帰国される予定になっていますこの、えー、と並木姉妹のためにも無事に帰国さできますようにお祈りをしたいと思います、えー、今朝の口頭アナウンスは以上になります 今週も暑い中ですけども、イエス様と共に歩んでまいりましょう、平安のうちに過ごされますように、これをもちまして、今朝の礼拝を終了いたします。シャローム